ラブレターのオーバーホール完了しました。こんな感じでピカピカになってるんですけど、まあ、正確にはこのオーリングというか、例えばこういう細かいオーリングっていうんですかね、このちょっとこのなんかこうなんかなんていうと、角がちょっと落ちた感じの特殊なオーリングだったり、ただ普通の丸じゃないみたいなねオーリングだったり、あとこういうところのオーリングとかも含めて、ここもねパイロットスクリューとかも含めて、ちょっとこの辺は持ってないんで、まあ、とりあえずそのまま組みますけど、まあ大どうなんだろうな、わかんないな、ちゃんとこの密閉できるかどうかまではちゃんとできるかなっていうのはちょっと不安な感じではあるんですけど、ちょっとぐずってる感はあるけど、この辺がちゃんと組めるのかなってところはちょっとわかんないですね。だからこう漏れたりとかすんのかなとか、その辺も含めてね。まあただまあよくはないけど、絶対ちゃんとしたのつけた方がいいけど、ちゃんと密閉できてちゃんと油面さえあってれば、まああと油面があってならこっちが漏れちゃったら、単純になんていうのメインジェットの油面が上がっちゃってめっちゃ濃くなるから、アクセル回したらめっちゃ被るとかもありえるから、その辺はこうちゃんとしてた方がいいんだけど、まあその辺はつけてみて異常があったら交換とかすればいいかなと思っております。じゃあそんな感じでこいつを組んでいくわけですけど、まあとりあえずこう綺麗にしてだいぶ良くなったと思います。はい、じゃあそんな感じでこいつを組み立てて、じゃあキャブを完成させたいと思います。いろいろ物色してたら、あのシリンダーヘッドを入手し、腰上入手しました。これあの GPZ400F のあのシリンダーヘッド、シリンダーブロックなんですけど、びっくりするぐらいの値段で買えました。あ、もちろんジャンク品なんで、いろいろこの安く買えた理由はあるにしろ、ただね、自分が思ってるほど、あ、こんな安く買えるんだってちょっとびっくりしました。そういう意味ではね、ただもちろんそのは、まあ、破損っていうか、まあ、これちゃんと見ないと分かんないんだけど、まあ理由として、まあ、安く買えたはいいけど使えるもんなのかなってのはちょっとその辺際どいところがあって、例えばシリンダーヘッド、これに関しては見た目は綺麗なんですよ、結構ね。だ見栄えは良くて、まあ周りは結構見栄えはいいんだけど、まあこの人超ざっくり見せますけど、あの例えばまあ少年これストックパーツだったらしくて錆びてるんですよね。例えばこういうメタルとか、これメタルないから、あの400とかこれ系でこれメタルはめて、大型 Z みたいにメタルをはめてベアリングがある状態じゃなくて、もう直接ここについてカムシャフト回るんだけど、その大事なところがこう錆びてるのかな、これ。まあ大した錆びじゃないから、ちょっとこう磨いたりすれば綺麗になるレベルだと思うんだけど、ちょっとこうして磨いてみたらね落ちるから、まあそこまでひどくはないのかなって思うんだけど、まあこういう大事なところがちょっと錆びってるっぽい感じがするとか、ちょっとそういう意味では保管状態が良くないなって感じがするってのと、まあこれ見た通りボルト折れしてるとか、あとはこういうところに なんでこんなへこみが起こってんのみたいな、どういう扱いしたらこんな風にへこむのみたいな、多分だけどこれ抜けなくて、ペンチかなんかで引っ張って抜こうとして抜けなかったんだと思います。だからこうやってへっこんでんだと思います。だそれもあって多分これ、まあ、錆びてることもあるんだろうけど、あのこれが固着してピンが抜けないっていう風になってるっぽいなって感じがしてて、例えばこういうピンも流用しようと思ったんですよね。だ例えばこれタペットね、こいつも部品としてそこそこいい値段するから、あ、このシリンダーヘッド買ったら、あ、こいつこのパーツついてんじゃんとか、一応中にもシム入ってるから、シム8枚とこのタペットのこのキャップね、これもついてるから、あ、じゃあこいつから流用しようと思って、一応これ買おうと思って、でもこんな安くで買えるわけないよなって思ってたら、すごい安い値段で買えて、あ、こんな値段で買えるんだと思って、まあ買って今日届いたって感じです。まあただ錆びてるから、こいつ回るとこどこだっけな、ここだったかな、あの回るところがこれ一箇所しかない、これで普通にこうくるくる回るんだけど、それがポコッと取れるんだけど、ここ以外はもうほぼほぼ回んなくて、多分ここもちょっと張り付いてんすよね。だからこれ取らないといけなくて、一応これからまた556を吹いて、中に一応この浸透潤滑剤を浸透させて取りやすくはしますけど、この辺もちょっと取りづらそうだなって気がします。ただベラ棒に錆びてるわけじゃないからね。例えばこういうところもなんかこう錆びなのかボルトなのか分かんないけど、ちょっとそういう意味では錆びのせいでちょっとその辺が取りづらそうとか、これもピンもね、ピンも流用しようと思ったんですよ。こいつからピン取って、だから元々が足りないから、こいつからピンを取って使おうかなって思ってたんだけど、これらもピンがちょっと取れなかったら困るなとか、で、なんなら、もちろんまだ確認してないから分かんないけど、元々ついてた FX のシリンダーヘッドが状態悪かったら、なんならこれ使った方がいいんじゃないっていうレベルかもしれないですよね。まあ、その辺はこう直さないといけないっていうところあるんだけど、だそういう意味ではこいつ最悪こいつを使えるっていう意味であるよね。ただ外見がこういう、なんていうのかな、自分この FX のこうになんか 目というか、こう、なんかこの、わかるでしょ言いたいこと。あの、形状は FX の方が横面が綺麗だから、顔はね。だからそういう意味では、なるべく FX のこの側を使いたいんだけど、まあ場合によってはしょうがないんだったら、こいつ、なんならこいつ使った方がいいんじゃないっていうパターンもあるから、
それがまあ本当にすごい安い値段で買えたから、まあ念のためのパーツとしてはまあいい答えじゃないかなって、まああくまでちゃんと見てないけどね、バルブ外したりとか見てないけど、そういう意味ではいい答えなのかなって思いました。でちなみにこいつとこいつは別です、セットじゃなくて別で買ってます。で今度はシリンダーブロックなんだけど、こっちもね結構状態見た目はいいんですよね。で当然これもちゃんと400表記なんで、例えばこいつを組むんだったら400になるんですよね。だけどちょっとこの難点が一つだけあって、例えば見た目は超綺麗なんですよね。見た目は超綺麗なんだけど、これねこれは放置者からのなんかバラしたやつらしいんですよ。で例えばこの放置者で、まあこれも結局ネットでそのまあまあ相手の説明通りではまあ信じざるを得ないんだけど、まあパッと見て見た目綺麗でしょ。でこれシリンダーとかも見たらわかるけど、全然なんていうの、あこれ古い車両の割には綺麗じゃないかなって思うんだけど、問題こっちね、4番シリンダーにちょっと異変というか、ここ見えるかな、これサビがあって、あそれも説明あったんだけど、いわゆる放置車で中をバラしてみたら、なんか4番シリンダーになんか水が入ってたらしくて、それでこうなんていうのピストンがちょっと固着気味だったみたいなのがあって、そこをボーリングってホーニングね、だからこの軽くホーニングで研磨してあるのが4番らしいんですよね。だ例えば他と比べたらわかるけど、1番とか2番3番と比べたらめちゃくちゃ状態綺麗なんですよこの辺はね。だからそれが4番まで続いてくれたらいいんだけど、なんか例えばこう隙間がガスケットからの隙間があったのか、まあ、何かしら水が入るような、 なんか理由があったのか知らんけど、とりあえず4番がちょっとこう水が入って、ちょっとこのサビみたいな感じ、このシリンダー壁がサビみたいになっちゃって、で、それをちょっと研磨して、このある程度、なんていうの、研磨してピストンがこう動くようになってますっていう風な加工でジャンク品ってことなんですけど、まあ、とりあえず物が写真で見た限りだとわかんないから、とりあえず買ってみたんですよね。買ってみたらちょっとこの辺がどうなのかな、ちょっとわからんなみたいな感じで、ちょっとそういう意味では、これもちょっと勝負だなって感じがします。もうわかんないからね。だからそういう意味ではまあちょっと組んでみないとわかんないけど、どうなんだろうなって感じがします。だからそういう意味ではこいつ使うには、まずこいつ結構シリンダーのこれシリンダーを交換しないといけないとか、もしくはこのボーリングして、まあここだけやるのもどうかと思うけど、だこいつをなんかシリンダー交換した方がいいんか、ボーリングしてだここだけなんかそのボアアップしちゃうみたいな感じになるんだろうけどね、そこは分かんないんだけど、ただ123が異常にいいから、異常っていうのもあれだけど、絶対使えるだろうなっていう見た目はしてるから、もったいないなって感じなんですよね。だから4番だけ入れ替える交換、例えば内燃機屋さんでこのシリンダーここだけ交換して元の状態にすれば、まず使えるシリンダーじゃないかなって思います。だからその辺も含めてこれすげえもったいないんですよね、だから物としてはね。だからそういうのも含めて、でピストンも買って持ってはいるから、まあ、あれジャンク品だから、ピストンのなんかスカートが割れたりとかするから、それも含めてそのピストンそのまま使って大丈夫なのかなってところもあるから、かけたピストンの一箇所かけてるから、もう反対側もかけっていうか削って、いわゆる平面スカートってこうなってるでしょ、こうなってるのを端っこ削って、この真四角のピストンに作り替えれば、まあ使えるんじゃないって勝手に思ってんだけど、どうなのかなと思って、一箇所にかけたらこれバランス悪くなるから、両端削って同じ形に整えちゃえばいいんじゃないって勝手に思ってんだけど、どうなのかなって思います。じゃあそんな感じで、まあ安い値段だから、まあこの辺はもういいかなって思って入手はしましたけど、結局使い道って意味では、まあ直さないといけないってところがいろいろ、まあどっちに古いもんだから直すことは前提にあるとは思うけど、とりあえずこの辺をこうやってパーツをストックして、まああわよくば使えるような形にできないかなと思って、とりあえず入手しました。組み付け完了しました。まあこっからどうするかなんですけど、油面調整なんですよね。油面って例えばゼファーとかみたいに、このなんかこの蓋、例えばこのこれが落ち始める、このここにちょっとついてる状態、このなんか今こう沈んでる状態じゃなくて、そのついた状態でこっからトップから何ミリぐらいの高さにしてみたいな高さがあるんだけど、 FX のマニュアルにはそれがないんですよね。ただこうして触ってみると、こいつはちょっと低いなって感じで、例えばこういうのはこうやって、まあもちろん傾いてるってのもあるけど、ただこいつはちょっとこうして触った時にこのちょっと揚力がちょっとこいつはなんか高いなとか、こいつがあれかな、ちょっとこのなんか低めなのかなと、こいつはもうちょっと論外、ちょっと調整しないともう全然これ浮いてないからダメじゃないかとか、なんならこいつが正解かもしれないからね。今この床にこうペタってしてるから、沈み込むのが普通じゃないと思うんだけど、これとこれが近いかな、1番4番がなんか大体似たような高さになってるなって感じで、こいつはちょっと低いなみたいな感じで、そんな風にして
実際はこれもう夢出してこの蓋というかこの上面かな、ちょっとこのマニュアル見ないと分かりませんけど、そういう風にちょっとこのどこの高さに来るかっていうのを合わせないといけないっていうのは結構実際やってみると分かんないっぽいです。なので、まあ、その辺も含めて FX じゃないゼファーみたいなやつで夢がこう高さで分かったら楽なんだけどなっていうけど FX はないですと。であとこのフロートのこの動きね、こことかもちゃんと綺麗にしたからこうやってちゃんとスムーズに動きますけど、こいつは例えばガソリンの固着とかでこれが動き悪かったりするとこれがちょっと蓋されないとか、油面がちゃんと安定しなくなる原因ですから、あとこのピンが曲がってるとかも含めてね、そういうのも含めて結構デリケートなパーツの構成されてるんで、キャブレターはね本当に精密機械じゃないかなって思います。じゃあそんな感じでとりあえずこいつかな、こいつまず全体的に一緒にしましょうか。全部一緒にしたいからまずはこいつをちょっと こんなやつを一緒になるようにこいつを調整してから組み付けしていきたいと思います。フロート室のカバーはこれで取り付け完了して、今度は最後にピストンを一応念のため出しておきました。なんかこの固着とかゴミ噛んでないかなとか、ニードルとかにこの辺なんかあのガソリンの塊とかついてないかなとか、そういうのも含めて取ってみたんですけど、めっちゃ綺麗でした。あの固着、特に固着して3番ね、3番じゃない2番、え2番だね、そう2番だね、2番あの固着してるじゃないですか、固着してて、それ取ってみたら全然綺麗で、やっぱりこのピストンに、ピストンっていうか何ていうの、このエンジンコンディショナーが結構こうやってガソリン溶かしてくれるんだなっていうのがよくわかりました。で、これ最初ついたのがこれ上から2段目についてるんですよね。普通って3番目が標準かと思ってたら、これマニュアル見たら上から2段目が標準みたいです、FX はね。だから例えば大型 Z とかって3番目じゃないですか、いわゆるこの上下に2個ずつ溝がある状態が普通だと思ってたらそれ違くて、これに関しては上から2段目が標準みたいです。だからこの状態で合ってます。まあ一応私は全部見るんだけどね、1箇所だけニードルの段が違うとかも全然ありえるから、やっぱ自分の目で確認しないとダメなんで他も見ますけど、あとピストンも全然錆びなくもかなり綺麗な状態です。だそういう意味ではもうめちゃくちゃこれ状態良さそうなんで、そういう意味ではまあバラしてみて一応見ますけど、まあとりあえず問題ないかなって思います。じゃあそんな感じで他も確認して問題なければ蓋閉じて、これにてキャブレターのオーバーホール完成です。タペットシムじゃねえや、これなんかキャップか、タペットキャップか、やっと外すことができました。あのね錆びついててもう周りがグロテスクです。もうとにかくねひどい錆びで、まあ取れることからできたけどもう全く取れなくて、磁石貼っつけて取るなんてもう無理です。そんぐらい硬かったです。で、まあ、何したかといえばバーナーですよね。バーナーっていうか周りをこうアルミを膨張させて取るっていう、そうすれば何とかして取ることができました。とにかくもうこっち、まあ、端っこというかどっちかというとアルミなんで、ボディはアルミだからどっちかというとこいつが鉄なんで、こいつが錆びてこの錆び分のこうなんていうの、錆びがこう膨張、何膨張じゃないですか、こう錆びが周りに張っついて突っかえてる感じですよね。結構これ精度が高いからカポってこの、ね、ほぼ隙間ゼロというか、まあ、隙間あるからはまるんだけど、ほぼ隙間ゼロではまってるから、こいつが錆び、周り錆びちゃうとそのまま内径を埋めちゃって引っかかるんですよね。だから こいつが大きくなっちゃうから、中で錆びて大きくなるから引っかかって取れなくなるんですよ。で当然熱膨張させて、あとこうカンカン、まあ、木片とか置いてカンカン叩いて、いわゆるこう上下運動させてね、だこいつが動くことでこの周りの錆をまず取って、張り付きをこう取って膨張させて、あとはこの磁石でこうコンコンで取っていくみたいな感じで、めっちゃ大変でしたね。まあどっちにしろ時間かかったけど取ることができました。でまああるいはこうこことかも全然取ることできなくて、だけどねそういうこうピンとかは全く取ることができなくて、全然だこいつも結局錆びるから、だこいつ自体が鉄だから、こいつがまた同じように内径だ、錆びて内径をこう縮めてる感じで、もうつっかえて取れなくなってるって感じで、もうまともにこの辺取ることができなくて、でこういう普通の状態のやつはまだいいんだけど、こうやって元から潰れたじゃないですか、ここの2個潰れたじゃないですか。こいつはね取らないことにはまたこいつビス穴が通んないから、まあどっちかこいつ広げるかしないといけなくて、だから困ってんすよね。こいつせめてこの2本は交換しないとビスが入んないし、もしくはなんか叩いて内径をこうなんて広げて丸にして入れるのかとか、なんかリーマーとかで、まあ、なんかこうできるこう丸めたら入るのかなとかわかんないけど、どっちにしろ結構大変だなって感じだ。このピン取るのも大変だし、あとこうピンの方折れてるやつもあるから、ピンでビスがね折れてるやつもあるから、こいつもどうやって取るんかなとか、結構これもついでに頑張ったけど全然取ることができませんでした。こういうとこも折れてるしね。それもあって、であとこのカムシャフトの当たり面ね、カムシャフトの当たり面を熱して、あとこう綺麗にしたら意外と綺麗だったんで、こんな風にしてね、単純にゴミがはっついてたら多少の錆はあるかもしれない。錆びてるこれアルミだから錆びてるわけじゃなくて、どっちにしろもう綺麗にしたら、なんか錆、多分カムシャフトの錆が映ってただけじゃないかな感じで、多分これ相当長期放置だ。そう、ちなみにタペットシムね、シム本体も入ってなくてこれだけ
だ裏だ全部開けてみたら SIM 入ってないんだよ。だそれ困るなっていういや SIM 入れとけって話なんだけど、だ SIM 抜かれてた。だこれ売るときだったんだ、結構これ一応保管してたんだと思うんですよね。だから一回この全部取って SIM は取られてて、一応こいつは戻されてたんだけど、多分それからすごい時間経ってこうやって売りに出されたんだと思うんですよね。だから分かんない、どっちにしても値段が高い SIM がついてることを普通に思ってたらついてなかったから、それはそれでちょっと嫌だなって思ったんだけど、いやこれがまあ、使え、別に買えばいいけど高いから全部買うとね、いやこれ SIM ついてないんかいみたいな感じで後から分かりました。まあ、とりあえずこいつは使うとして、まあ、とりあえずじゃあタペットの SIM はないとって感じですね。でただですけど、これの方が、まあ、これからまたバルブ取らないといけないから分かんないけど、なんかこうして見る感じそんなになんか状態悪くなさそうな感じがするから、まあ、そういう意味ではこの潰れてる2本さえ変えてピンだけ変えれば、まあ、まともに使えるようなシリンダーヘッドになるんじゃないって気がします。あとはこの、まあ、開けてみて当たり面がどうとかね、まあ、その辺も含めてなんか意外とこのシリンダーヘッドの方が意外と状態良さそうだなって感じがします。